はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、メキシコペソ円というね、このちょっとこう珍しい組み合わせで、攻略方法といいますか FX の実践動画をお送りしている、まあ、健康男さんなんですけどね、私は健康男って呼んでるんですけども、ちょっと体調管理と健康投資チャンネルって書いてますよね。まあこちらのね動画の方なんですけども、早速ですけど、最初のね動画15分ほどあるんですけど、最初の2分半ぐらいでもう全てが入ってます。ここにもうね、この動画がいかにね人気の動画になるのか、もうこれは私がね確信を持ってお伝えします。そしてその理由は2つあります。1つはですね、メキシコペソ円、まさにこれなんですよ。私はドル円なんですけども、ドル円やってる方って結構いらっしゃるんですよね。すごいいらっしゃるんですよ。ということは、私がドル円をやっていくら勝とうが負けようが、大きなマーケットの一人でしかないんですよ。まあですんでね、まあどう言ったらいいのかな、その集団の中に埋もれやすいんですよ。大きなマーケットでやると相当な実力がないと、そこでアクセスを集め続けることってのはできないんですよね。でもメキシコペソ円っていうのは、まあいわゆる小さいマーケットなんですよね。メキシコペソ円やってる方あんまりいないんですよ。あんまりいない中で、メキシコペソ円の YouTube をやってる方はもっといないんですよ。ということでね、メキシコペソ円をされてる方は、この健康男さんの動画にたどり着いて、そしてリピートする可能性が非常に高いです。で、チャンネル登録をする可能性が非常に高いです。こういうふうに、まずはね、小さいマーケットにこだわって、そこの発信をすることが成功の秘訣のまず一つ目なんですよ。二つ目なんですけども、ここでも重要なことを言われてますね。それは健康男さんがね、正直であることなんですよ。どう正直かっていうと、まあいつ頃この FX を始めて、どんな勉強会にいて、そしてね、いつ頃から収支がまあ黒になったかな、赤になったかな、まあトントンぐらいかなっていう、このリアリティですね。そして本当にそうだからですよ。まあそういうふうな形で、これはね、すぐ稼ぎますよとか、月収100万ですよっていうふうな言葉よりも、かなりねリアリティがあって、しかも健康男さん自身が発信していて疲れないんですよ。ね、稼がせますとか稼ぎますってやつは、本当にその実績を出し続けないと、もうすぐに信頼を失うんで、実はモロ刃の剣なんですよ。もちろんね、もうすぐ稼ぎますよとか、月収100万、200万いけますよって言ったら、確かにフックはいいでしょ。最初はアクセス集めれるんですよ。でも、本当かなとか、この人のようにそんな月収100万とかじゃなくていいのに、月収20万くらいでなんとかならないのかなとかね。自分の初心者としての実力に合わせてメッセージを送ってくれないかなっていうふうに、やっぱり我に返るんですよ。そうなった時に、今後の健康男さんのは、私もまだね、初心者の方には参考になるんじゃないかなって、この目線なんですよ。言ってみればですね、まあ、小学2年生が小学1年生を、こう、誘導していく。うん。一緒にやっていこうっていうと、まあ、1年生っていうのはね、結構ね、仲間意識でついていけるんですけども、ここにね、中学3年生が小学1年生の手を引くっていうのは結構難しいわけなんですよ。まあ、こういうふうに言ったらね、ちょっとお分かりいただけるかと思うんですけども、まあ、要するにね、小さいマーケットで勝負してるってこと。メキシコペソ円っていうね。で、二つ目が正直であること。この二つをきちんと押さえて情報発信してらっしゃるんで、それをね、最初の2分半とかでしっかりと伝えてるじゃないですか。もうこれだけでね、後の動画解説っていうのは、まあ、本当にこう、まあ、言ってみれば、まあ、全部一緒とは言わないんですけどね。ただ、この後の動画解説っていうのは、聞く体制に入った人がものすごく受け取りやすいんですよ。でも、いきなり解説から入ると、そこまでの前提がない方、信頼関係が築いてない方は、もう見にくくてしょうがないですよね。このぐらい違うんですよ。まあですので、今回の動画の構築の仕方、もうね、言うことがないですね。まあ、強いて言えば、下の方に著書の CM が入ってますよね。これが、YouTube の再生とかね、再生時間とか、いろんなツールが、こう、アイコンがあって、重なっちゃってて見えないんで、もうちょっと上の方にやるか、もしくは、書籍の CM は、まあトークの中に入れていった方がいいのかなと思います。書籍書いてますよとか、あと動画概要欄に入れとくとか、ちょっとここで今ね、CM 下の方につけてますけども、まあ、すいません、ちょっと動画切れましてね、バッテリー切れまして、まあ、下の方にね、書籍の説明があって、残念なんですけど、ちょっと見えないと思いますんで、まあ、ここはちょっとね、考え直した方がいいのかなと、動画概要欄に入れるとか、まあ、トークの中で書籍も書いてますよっていうふうにポロッと言うとかね、もしくは、動画が終わった後に、まあ、CM のコーナーを作るとかね、まあそんなところかな。もうでも言うことないですね、これね。最初の2分でしっかりと、まあ、視聴者さんの心をつかんで、いい解説になってますし、見やすいですよね。まあこのチャートが。すごく見やすいです。もう私のなんていうのはね、本当これ見ると恥ずかしいなと思うぐらいなんですけども、あ、でも本当素晴らしいですね。動画を、せっかく何かね、パソコン上でことを起こすんだったら動画で残しておくと、
まあ、コンテンツにもなりますし、自分の振り返りにもなるんで、本当にね、いいと思います。これからも続けてもらいたいと思います。それではこれからね、残りの動画見させてもらいますけども、もうここら辺まででコメントはもう十分だと思いますので、あとはね、まあ、日々続けていく中で、またメッセージいただければと思います。私の方もね、これチャンネル登録してますんで、見させていただいております。ありがとうございます。では失礼します。